はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっていますで、普段はビジネス書をご紹介することが多いんですけれどもまあ、その他のジャンルについても、えー、動画の説明欄にですね、えー、再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご覧いただければと思います で、また、アマゾンへのリンクも動画の説明欄に貼ってありますので、もしレビューを聞いていただいて、自分も読んでみたいなと思われた方は、そちらからご自由にご購入いただければと思います。で、よろしければ、チャンネル登録およびグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。で、今日ご紹介する本は、こちらのファクトフルネスというタイトルの本になります。で、えっ、ー、と、まあ、この本、あの非常によく売れた本だそうで、えー、ま、多分 YouTube でも、あの他の方もレビューをしていると思いますし、 また、えーまあ、本のレビューサイト等を、ねえー、見ていただければ、まあ、他にもレビューがあるかと思うんですけれども、えーまあ、私もちょっと読んでみました。 でえっと、内容としてはですね、えーまあ、ファクトっていう、まあ、事実に基づいて、えー、データを見あの、まあ、世界を見ましょうというのが、まあ、この本の主張で、まあ、正しいデータに基づいて世界を見ないと誤った見方をしてしまいますよということです。でえっとまあ、主に貧困教育環境エネルギー人口問題と。 いったようなトピックにつまりその我々の思い込みではなくて現状としてどういう、えーまあ、世界になっているかということをまあ説明している本で、えーまあ、よくある思い込みとして10個の思い込みがありますとでそれをまあ正していくことによって、まあ、世界を正しく見ましょうというような内容になっています。 でえっと、今10個の思い込みというふうにご説明をしたんですけれども、えー、どんな思い込みがあるかというと分断本能まあ,あの本能というふうに書いてあるんですけれどもその、まあ、人はどういう傾向本能があるかということで、えー、10個書いてあるんですけれども分断本能ネガティブ本能直線本能恐怖本能課題誌本能パターン化本能宿命本能単純化本能犯人探し本能焦り本能と。 いううよな個の本能があるとつまりバイアスですねその考え方の偏りがあるがゆえに誤った見方をしてしまうと例えばですね直線本能っていうのはちょっとパッと聞いて分かんないと思うんですけども何かデータがあったときに去年は10でした今年は20でしただから来年は30になるでしょうというような直線的にデータが伸びていくんでしょうという予測であったりとか逆にまた減っていくことに対しても直線的に減っていくと思い込んでしまうと。 でも実際世界はそんなに単純ではないことは多くて、まあ、その変化っていうのは S 字を描いたりとか、えー、まあ対数曲線を描いたりとか、まあ、指数関数的に増えたり減ったり、まあ、そういうような傾向があることもまあよくありますと。 まあそういう説明であったりとか、えー、まあ単純化本能、まあ、あるものをまああの単純化しすぎて、まあ、世界を一つの切り口で理解できるんだというふうに思い込んでしまう、まあ、そういったような思い込み本能というのがあるがゆえに、ー、データの解釈は間違ってていいいまますすよととうことを説明していますで、まあ、非常に面白いなと思った点としてはですね、えー、とこの本の中では、まあ、あのおそらくあなたが今この本を手に取っているということはあなたはレベル4。 というふうにに分類されるる所得レベルにあるでしょうということを言っていますの本の中ではレベル1から4まで所得レベルを分けてまして1日の稼ぎが2ドル以下の人をレベル12で2ドルから8ドルの人をレベル28ドルから32ドルをレベル3。 で32ドル以上の生活水準の人たちをレベル4というふうに分類をしてるんですけれども、えーまあ、その今レベル4という、まあ、世界でもまあ恵まれた水準にいるあなたはおそらくその世界中の貧困層っていうのがまだまだたくさん、えー、いて、えーまあ、多くのアフリカの人たちがレベル1の暮らしをしているでしょうと思うでしょうと。 まあそういうよういいよよな具体例がよく挙げられています。ですが実際には、えー、アフリカの人たちも、えー、今はまあ自由に電気を使える人たちもかなりの割合で存在しますし、えー、まあ小学校とか中学校での教育っていうのを受けられる、まあ、女子生徒の数もまあ非常に多くなってきてますよとか、まあ、そういった、えー、まあマスメディアのニュース等ではですね 高あだかに、えー、まあ貧困で苦しんでいる人たちがいますよとか、まあ、環境問題がこんなに危ないんですよとか、まあそういうことを言われるんだけれども、実はそうじゃないよというような、えー、まあデータについて、えー、まあ、説明をしているという内容になります。で、えっ、ー、とまあこのトピックとしてあの取り上げている内容はですね、あの我々が日々生活の中で毎日目にする内容ではないと思いますので、あのこの本を読んだからといってその 100%自分の生活に変化があるという感じじゃないと思うんですけれども、まあ、例えば日々のお仕事の中でもですね、一般的にこういうふうだというふうに説明されている内容とかですね、それをまあ一度立ち止まって、えー、まあ考えてみると本当にそうなのかとか、えー、その比較っていうのはフェアなのかまた数字に基づいた比較なのか。 えー、そして今その課題っていうのはどれぐらい重要なのかとか、まあそういうことをですね、こう改めて立ち止まって考えてみるのに、えー、まあ、こういったバイアスを取り除いた考え方っていうのは非常に役に立つんじゃないかなということをま思いました。今日は以上です。もしよろしければチャンネル登録と、えー、グッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。